皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは。本日はこちらババン、ズーム新製品 G14 というマルチエフェクターを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。先週発売されたばかりの新製品なんですけれども、もうズームさんまたこう半端ないの出してきたなって感じですよ。正直ぶっちゃけそのこれに関して全然知らないというか、その、全然詳しくないんですけども、ホームページバーッと見ただけで、なんかこう、聞いたりとか、ね、なんか見たりとかしたわけじゃないんですけども、この絵面を見ただけで、あ、これは半端ねえの来たなって思いました。ある程度そのギター詳しかったり、ズーム製品使ったことある人だとなんかもう、これ見ただけで、あ、これやべえって思いませんか？なんか、本当に全然詳しくないですけど、全然知らないですけど、このエフェクターに関して、全然知らないですけども、マジで、やばいと思います。本当にもう、エレキギターを弾いてる人だったらもう、絶対持っといた方がいいっていうレベルで、もうおすすめです。全然詳しくないですけど、もうそのぐらい断言できるぐらい、もうさっき買ってきたばっかり全然知らないですけども、そのぐらい断言できるぐらいにもこの絵皿見ただけで、あ、これはもう半端ない製品だと、もう全員におすすめしたい。もう本当に、もう8000円とかで買えるから、マジで買った方がいい。マジで買った方がいい。絶対に買った方がいい。これはもうほんま便利。マジでやばい。もうそのぐらい、断言できる、そんな感じでございます。で、今回もね、画面のズババーンとお手元の方もお見せしながら、やっていこうかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。そして、今回のこの動画に関しては、とりあえず僕これ全然知らないんで、袋を開けてですね、皆さんとこのドキドキワクワク感みたいなのを共有できればなという感じでございます。箱をバーッと開けてみて、わーすげーなんていう感じの、のを伝えようかなと思います。詳しい使い方とかに関しては、2本目の動画でね、紹介していこうかなと思いますので、ある程度使い方を僕が把握した状態で、2本目の動画に行って解説してみようかと思いますので、この動画に関しては皆さんと一緒にこうドキドキワクワクと、わーすげーな、ズーム販売になっていうのを楽しんでいただければなという感じでございます。そんな感じで楽しんでいただければという動画、It's right!ズーム G14、箱はこんな感じでございます。ズバババンとねー、もう、なんかね、軽い。で、箱をバッと開けてみますと、詰め込みで、We are for creators. ズーム G14、あがっとねー、ズバババン。保証書がありまして、説明書がありまして、まあ、この、説明書、ね、つけてくれてるけど、ね、見なくてもね、使い方がわかる自信がある。だってもう、だってこれもう、ね、この見た目がもうね、なんかわかりやすいですよって書いてありますもん。なんか、そういうめちゃめちゃわかりやすいですよって書いてある。もうすでにここに。もう見なくても大丈夫ですよって書いてくれてる。ここに。もうそのぐらい、もうユーザーフレンドリーだと思います。それでまあ実際、実物出してみるとこんな感じでございます。こちら。あ、ちなみに、炭酸電池元から付いております。炭酸電池。ちょっと奥の方行っちゃいましたけど、炭酸電池も付属しております。ペンペン、とりあえずこちらはしまいまして、よいしょって、こんな感じですよ、こんなん、実物、やばくない？やばくない？これ、こんなん、やばくない？今までその G2 とか G3 とか G5 とかいろいろその紹介してきましたけど、もう本当ね、桁違いの軽さ、340g だっけかな、本当もうすごいやばい。G3 とかさ、すごい便利だからさ、たまに僕もそのライブで使ったりするんですけど、ね、そこそこ重量があるからね、ギターケースの中に入れたりとかするとね、ちょっと億劫になるんですよ。重くて。でもその点もう、これはね、もう、すごい軽い。もう桁違いに軽い。まあそのコンセプトがさ、その G3 とか G5 とかと違うからさ、まあそれはしょうがない、仕方ないと仕方がないんですけども、それにしても軽すぎる。それにしても軽すぎる。背面パネルはこんな感じ。インプット、オブジャリン、オブジャリンついてるんですよ、これ。で、アダプター挿すところ、USB 端子と、アウトプットジャックって感じですね。とりあえず、まあ、つなげていってみましょうか。あ、ホットだ。ズーム、チョコ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 つって、G14。もう、すごいよね。だってもう、この液晶がさ、もうめちゃめちゃわかりやすいもん、本当に。絶対わかりやすい。絶対使いやすい。すごい。本当に。とりあえず、試奏するアンプとしては、こちら、ベベン、こちらに、ライン6の、スパイラー4、15W で、鳴らしていこうかなと思います。普通にクリーントーンにしてね、鳴らしていこうかなと思います。クリーンチャンネルを選択して、ベースもミドルも、トレブルも、12、フラット、フルフラットにして、
そして演奏するギターはおなじみのこちらビル・ロレスでございます。ライン6と、G1 を刺しまして、これをレシーバーこれかこちらですね、ちょっと刺してでこっちも電源を入れればこれ音が出るはず。まず MS ハイゲインという音色、音が出ないのはボリュームが上がってないか。こんな感じみたい。本当もうすげえ話ですよ、ほんまに。ちょっと鳴らしてみましょうか。まあ、多分マーシャルのことだと思うんですけど、マーシャルのハイゲインなサウンドを、まあ、モデリングというか、再現してるような感じですね。チューニングしましょうか。多分これ両方ともピッと押すとチューニングきましたよ。このねちょっと細かいところは分かんないですけどね、これねすごくいいと思います。この真ん中の緑色のランプがねその点滅すればこうなればそのチューニングがあった状態になるんですけど、このさライブとかさそのリハーサルとかでさこのエフェクターを足元に置くわけじゃないですか。で足元に置くということはちょっとね、目線から遠くなるわけなんですよ。だからこのね、LED とかでその確認しようと思っても意外とちっちゃくて見えなかったりするんです。けどこんな感じでその緑色と赤とかでさ、光ってくれれば、そのリハーサルとかライブの時も使えますし、そのライブとかでさ、その暗転してさ、そのステージが暗い時とかでも、もうしっかりと安心してチューニングをすることができるわけなんですよね。こういう細かいアップデートがね、すごい凄まじい。そのまあメインの その音色とかのアップデートも凄まじいんですけども、こういう細かいチューニングに関してとかのこのアップデートはマジですごい。めっちゃわかりやすくないですか？だってめっちゃ見やすくないですか？めっちゃ見やすくないですか？3回言っちゃったけど、思わず。で、なんかしら押すと、そうですね。で、とりあえず、10から始まって59までやるから、ちょっと50個かな。50個のプリセットを楽しむことができると。こんな感じの音色、確かなんかズームの中に入っているドリームなんたらかんたらっていうちょっと歪みが強い音色だと思うんですけども、まあそんなのがあると、まあ、こんな感じでこのペダルをねパーパーってやっていくと、いろんな音色を楽しむことができるという感じです。ちょっともういくつかやってみましょうか。さっとですね。歪みが強すぎてわけわかんない。こんな感じ、ちょっとファットな感じの音色ですね。最初はなんか、ね、
ランディトレイン。こういうことですね。ホットトゥイロ。すげえ面白くなんですよ。すげえ楽しい。Ah!
ハーブ。グリッタークリーン。まあ、こんな感じでいろんな和食があるということでございます。すごいなんかめっちゃ楽しくなってきちゃった。まあなんかこんな感じで、まあプリセットを切り替えていくこともできるんですけども、なんかどっかボタン押すとですね、なんか変わると思うんですよ。この辺はなんかあれか。その、ここを押していくとその1個ずつ変えられるけども、なんかこの2番とか3番とか押すと、なんかちょっと、なんて言うんだろう。その、10番単位で変えられるとか、そんな感じなの、そんな感じなわけですね。で、これじゃねえな。多分わかります。わかりますよ。絶対わかる。わかった。わかりました。全部把握しました、今。このボタンを押すと、このメモリーモードとストンプモードとエディットモードっていうのが多分これ入れ替わる感じなんですよね。これ今メモリーモードです。メモリーモードだとこのね、左右でこう、パッチを呼び出す感じになるんですけど、例えばその、なんかわかりやすいやつ。なんだろうな。さっき引いてたのが一番わかりやすいやつ。まぁ、普通にしましょう。歪み系。さっきのランディートレインにしましょう。ランディートレインって悩んでる感じですけどもね。ランディートレインでもね。これしか出てこない感じですけど。これの、17番をチョイスして、このストンプモードにすると、これ、それぞれそのズームノイズリダクション、これはパラ EQ ですね。パラメトリックなイコライザー、ディストーションプラス、で、これは、なんだろうこれ、グライコかな？で、これルームリバーブという感じで、それぞれ1、2、3、4、5個のエフェクトが並んでる状態なんですけども、これがそれぞれここに相当してるんですよ。1番、ズームノイズリダクション。これはパラ EQ。で、これがディストーション。これがグライコかな？これがルールミバーブっていう感じで。このそれぞれこの1、2、3、4、5のところにそれぞれこのアサインされているエフェクトがあるんですけども、これらをそのオンオフできるという状態なわけです。で、もう1個パチッと押すと、エディットモード。それぞれのそのエフェクターに関してどういう音色に設定するのかっていう細かい音作りを。していくことができると。1番のところをポチッと押せば、ズームノイズリダクション。さっきやった。これですね。この1番のところのエフェクターをチョイスして、いじることができると。で、2番のところを押せば、このパラ EQ の、設定をいじることができると。で、3番を押せば、ディストーションプラス。まあ、ディストーションのエフェクターですね。で、4番のときは、これなんだろうな。これやっぱグライコですね。グライコ。で、この右側にそのページ3分の1ってあると思うんですけども、多分これをいじるとページが切り替わるんですよね。こんな感じで。ページ1の時はそうですね、100、200、400とか、その低域の方がいじれて、これを3ページまで持っていくと、6.4 キロとか、こういくと、あと最終的にボリュームを調節することができると。で、5をチョイスするとルームリバーブが選んだ状態になっていて、ルームリバーブの音を作り込むことができると。そんな感じになるわけです。めっちゃわかりやすくないですか？めっちゃわかりやすくないですか？やばいっすよね。めっちゃわかりやすいっすよね、これほんまに。で、このエディットモードとかにしているときに、あ、なるほどね。ストンプモードのときはあれだ。この、このボタンちょっと面白いな。ストンプモードのときはね、この右側のペダルでそのエフェクターを選んで、その2位のエフェクターをオンオフできるみたいですね。だからその演奏中とかにそのね、特定のエフェクターとかをオンオフしたいときは、この辺のボタンを使うとすごく良い感じってことだと思います。例えば、その、このディストーションプラス、これを切って演奏して、で、あるときに、その、A メロに入った、もしくはサビに入ったときに、そのオンにしたいときは、ここで。そんな感じでございます。なんて分かりやすいんだ。で、エディットモードにしているときに、ああ、これですね、救急車が来ましたね。これは、ズームの音じゃないですよ。普通に外の救急車の音ですよ。その辺は勘違いしないでくださいませ。で、この、エディットモードにしているときに、そうですね、このペダルを使って、その音色の切り替えをするわけですね。ちなみに、ここをしても、ここをしても同じ切り替え効果があるみたいです。こことここ。ちょっと面白いですね。毎回手でこう操作してるのも大変だからということで、このボタンがあるんですかね。こういう気配りまたすごい半端ですよね、ほんまね。そうですね。で、こんな感じでいろんなエフェクトがたくさんあるんですが、確かこっちの方のね、G14 の方は確か70種類かな ?60 種類かな。この G14X、G1X4 かな。その X がついて、そのエクスプレーションペダルがついてるやつがあるんですけども、そっちの方が10種類ぐらいエフェクトが多いみたいです。まあ、60種類か70種類ぐらいのエフェクトがこの中に入っていて、その中からこう好きなものをチョイスして、この5個の場所に それぞれアサインすることができると。なんで、まあ、この1台買えば、そのストンプボックスが5個
替えだと思って、いいっていうことなんですよ。すごい話ですよ、ほんまに。どういうことやねん、ほんまに。アナログディレイとか。そして今、アナログディレイ、はい、フィードバック。いい感じでございます。めっちゃ。もうちょっと X を大きくしましょう。楽しくなってきてしまう。ダメだ。そんな感じでございます。なんとか伝わるでしょうか。で、そのメモリーとかスタンプとか、あとストンプとかエディットモードとかをその駆使して、音作りをしていって、まあ、それぞれそのプリセットに組み込んでいって、好きな音色を、保存していくっていう感じの流れになります。で、これだけでも結構すごいなって感じがするじゃないですか。これだけでも結構すごいなって感じがするじゃないですか。うわ、このエフェクター、マジか、こんないろんなことができるのがすげえってなるじゃないですか。で、ここからまたびっくら、驚くことなかれ。なんとびっくりすることにリズムマシンがついてます。多分このボタンを押すとリズムマシンモードになったかな。で、これをボリュームをちょっと下げておきましょうか。プレイ。ガイド、8ビート、あ、パターンか。ここでそのパターンを選ぶことができるわけですね。今、ガイドになっているからこのんですけども、これを変えると、いいですね。
こんな感じでリズムマシンにはすることもできると、こんな感じになるわけですよ。めっちゃ面白くないですか。で、またさらにびっくりと、なんとこれね、ルーパーもついてます。ルーパーってこのボタンを押すルーパー来ましたよ。すげえなぁ。なんだろう、これタイムマニュアルとかってるんですけど、ちょっとこの一回歪みを消して、ちょっとクリーントーンにしましょうか。これをすべてを把握、すべてを把握しました。ここをぶっ通すとレコーディングが開始されて、失敗した。まあでもこんな感じです。でここをもう一回ぶっ通すと、止めると、でこのクリアホールドって書いてあるんですけども、ホールドするとこれが、消えるっていう感じですね。ちょっと書いてみましょうか。プレイベースライン、面白い。まあこんな機能またりするわけですか。もうどういうことやねんって感じですよね。まあなんかその1本目の動画ではバーッとね、なんか鳴らすだけで、2本目の動画でその使い方を説明しますなんて言ってたんですけども、なんかもうほぼいっちゃいましたね。ほぼいってしまいましたね。でまあそのこのメモリーストンプエディットボタンと、まあこのリズムマシンとこのルーパーか、まあ、これがもう多分ほぼほぼだと思うんですよ。あとはこのね、いろいろパッチを切り替えたりとかして遊ぶと、でこのセッティングボタンを押すと、もう
もう書いてある通りなんですけど、もう書いてある通りなんですよ。この1番を押すと、このチェインって言って、その、なんだろうな、その、入れ替えることができるわけですよね。その、例えば、ズームノイズリダクションと、このパラ EQ をこういう感じでこの入れ替えることができると。そのエフェクターのこの切り替えをこれでできること、これでやることができるんですよ。もう別にもう見るだけでわかる。見るだけでわかる。何なのかが、機能が。で、このパッチってやつは何ですかね、これは。パッチ。あ、これは名前決めるってことですね。名前。これでこのカーソルを動かして、バイバイってこのバリュー、多分これで、違うか。こっちかな、キャラクター、これか。これでその名前を変えると。USB で接続すればパソコンで入力することもできるんで、ちょっとこれがめんどくさいという方はパソコンから入力した方がいいなっていう感じですね。で、他にもこのセーブ。オートセーブとかじゃないかな、これ。そうですね。違うか。別のところにその、この音色を、やりたいときって感じか。で、ここの切り替えでそのセーブとスワップ、入れ替えですね。が、切り替えられると。はぁ、めったわからないっすよ。めったわからないっすよ。セットアップ。オートセーブオンとか出てますね。ちょっと僕、オートセーブの機能があまり好きじゃないんで、これはオフにしておきましょう。で、その次、バンクホールドとか、まあいろいろありますけどもな、これ全然もうね、めっちゃわかりやすいって感じですよね、本当にね。コントラスト。おぉ。おぉ、バックライト。おぉ。バッテリー、アルカリ、マンガン、選べるみたいです。まあ、そんな感じでございます。なんとなく楽しんでいただけましたでしょうか。てか、もうほぼほぼいっちゃった気がしますけども、ほぼほぼもう紹介しちゃった気がしますけれども、そんな感じの、新しい製品、Zoom の G1-4 のご紹介でございました。まあ、一応2本目の方でね、そのもう少しこの深く、使い方見ての紹介させていただこうかと思いますので、よかったら2本目の動画の方を、楽しみにしていただけますと幸いでございます。そんな感じ。それでは、すごく長くなりましたけども、30分くらい、ひたすら喋りながら、弾いてしまいましたが、もうそのぐらいもう、めちゃめちゃ面白いエフェクターですよ。ほんま面白いエフェクターですよ。どうですか？僕がその、冒頭にさ、これ、いや、鳴らしてないけど、もう、皆さんにもう、めっちゃおすすめって言った理由がわかりましたでしょうか？すごいっすよね。すごいっすよね。もう、一個あって全然損しない。一個あって全然損しない。マジ、あっていい。そんなレベルのエフェクターでございます。マジ、ズームさん、これはね、すごい進化。ちょっと、もう、言葉にならないぐらい、もう、素晴らしすぎる。素晴らしすぎる進化。やばい。そんな感じの、ズーム G1-4 のご紹介でございました。まあ、お店でね、見かけることも多々あるかと思いますので、見かけたらちょっくら思想してみてくださいませ。そうすると物欲に刺激されて8000か、買っちゃいって多分なると思うんで、皆さんも買って揃えていただけますと幸いでございます。で、僕もね、これが来たことによって、日曜日ですせ、まあ、普段毎週日曜日、夜10時から生放送してますけども、これのおかげで、多分エレキギターを弾く回数が増えると思います。今までそのエフェクターを用意するのがめんどくさいっていうのがすごくあって、なんかこう敬遠したんですよ。で、そのエフェクター揃えてもさ、そのルーパーみたいなのがないと、その、一人でパフォーマンスってすごくしづらいから、なんかかといってそのルーパー別で繋げるのもすごい嫌だったんですよね。だってルーパーでかくてさ、邪魔だしさ、アダプターとか接続するのもめんどくさいしさ。けどこれ一台でね、音色も作り込めて、そのルーパーとかもついてるわけですもん。まあ、これはもう、半端ねえですよ。もうこれのおかげで僕はもうエレキギターをたくさん弾く機会が増えると思います。ほんまに、ズームさんありがとうございます。これで日曜の夜ですでも、エビキの回がたくさん増えると思いますので、よかったらチェックしていただけますと幸いでございます。毎週日曜日の夜10時から生放送してますので、よかったらそちらの方もご覧くださいませ。そんな感じです。じゃあ、この動画を終わりにさせていただこうかと思います。ありがとうございます。そして最後に、私、滝沢勝成、Twitter などをやっております。TAKIJAWA、滝沢という名前で Twitter をやっております。もし皆さん Twitter やってらっしゃいましたら、ぜひフォローしてみてくださいませ。こういう Zoom 製品のね、そのレビュー の最新情報とか、なんかこういろいろこうね、制作のなんかこの工程とか、なんかそういったものをですね、いろいろ、つぶやいたりしておりますので、なんか動画のご意見とかリクエストとか、なんか要望とか、そういうものがありましたら、ぜひ、コメントの方に書いていただくのも嬉しいんですけれども、Twitter をフォローいただいて、Twitter の方からもリプライしてみてくださいませ。そうします。私もですね、いろいろいいねさせていただいたりとか、リプライ返させていただいたりとかします。で、そもそもこのね、Zoom の G1-4 もですね、そのリプライいただいたのがきっかけで買ったっていうのもありますので、まあ、もし皆さんの方でこれレビューしてほしい、これ買ってほしい、こういうの紹介してほしい、もしそういうのがありましたら、ぜひ、Twitter フォローの上、リプライをしてみてくださいませ。そんな感じです。それでは、ベラベラ喋りましたけども、こんな感じで終わりさせていただこうかと思います。また違うとこでお会いいたしましょう。さよならば、はーはい。めっちゃ喋ったな。